信長様、失礼します。調査報告書をお持ちいたしました。光秀か、探したぞ。私を探しておられたのですか。ああ、お前今日は今まで何をしていた。今日は朝は勝家と共に武器庫の片付けを行い、昼食を作り、食後に軽く鍛錬を行った後、読み終えた本を処分しに町まで降りていました。その後、豊臣軍の動きに関する調査報告書を作成し、今ちょうどそれを信長様にお届けしようとここまで参上した次第です。そうか、なら今日の仕事は以上か。いえ、来週行う集会に向けての資料作成がございます。そうか、ならばその資料は長秀に任せろ。お前に今から一週間の休暇を与える。休暇ですか。なぜ突然。お前最近休みを取ったか。顔色が悪いし、目に精気がない。疲れが目立っているように見えるが。そうでしたか。自分でも気づいておりませんでした。お気遣いありがとうございます。でも私は大丈夫で。ならん。いざという時にすぐ動けないようでは困るのだ。一週間休むなり、娯楽に興じるなり、好きにするがよい。10日後には次の戦の準備が始まる。それまでに万全に回復させろ。承知いたしました。では失礼いたします。